体の深部まで届く日本製の EMS がありまして、ラブコアっていうんですけれどもね、決算セールでございまして、なんとこんなに安くしていいのかっていうメーカーがもう決算セールでえらいことになっておりまして。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永清です。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメントシェア、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。励みになります。まあね、ED っていうのは何かっていうと、セックスの時にペニスが十分硬さとか、大きさとか、そういうのをね、立ってこないっていう状況なんだけれども、いろんな原因が考えられます。特にですね、中高年になってくると、高血圧、糖尿病、タバコを吸う、運動不足、まあ言うたら筋力低下ね、そういうことが背景になって、いつまでもセックスできると思ってたのに、こんなことになっちゃうっていうね、そういうことになってしまいます。私たちは人生100年時代を生きています。その中でいかに充実したセックスライフを送るかということの中において、 ED になることというのはやはりその質を落とすのではないかとも考えられていますよね。中高年になると何が起こってきてしまうかというと、中高年の男性になってくると、40代になると性欲が減退してくる。これは普通のことなのね。これはディバイン博士、1998年、そして45歳ぐらいから夜間の勃起頻度が下がってくる。スキーアービーと、シュライナーらが1990年に報告し、60歳ぐらいになってくると勃起に自信を持てなくなってくるっていう男性が3割ぐらいになってきます。いいですか。だからこういうふうになっていくことが悪いことでもないし、中高年の変化っていうことをまず知っておくことが大事なんです。勃起をね、支えるには3つの要素でできています。すなわち神経と血管と筋力です。なぜならば、いくら性的な刺激を受けてもですね、例えばセックスレスなどね、そういう時にどうでしょうかね、考えてみてみると、刺激がうまく伝わらない、そういう反射的な能力が落ちてくると、なかなかね、性的な刺激がうまく脳に伝わりにくいですよね。ですからセックスレスになって久しぶりのセックスで立ちにくいというのはそういうこと。そしてこの血管っていうのがね、今大きく問題になっているのね。例えばバイアグラだったり、レビトラとかシアリスとか、いわゆる ED の薬あるじゃないですか。でもあの ED の薬でなぜ勃起不全が改善するかというと、血管を拡張させる薬だからなんですよね。でもここでもう一つ知っておいてほしいのが、筋力っていうのが大きなポイントになってきます。下半身と勃起の関係っていうのは、あんまり皆さんそう真剣に、ね、考えたことがなかったかもしれない。だけれども、足腰が弱ってくるとセックスが弱くなるっていうのは聞いたことがあるでしょう。それはどういう仕組みでなっているかっていうと、こういう仕組みでなっています。下から見上げた図だと思ってくださいね。大きくしています。わかりますか。こちらが肛門側、こっちがね、おへそ側になってくるのね。で、ここが骨盤なんだけれども、この骨盤に対してお尻の穴、このハンモックみたいになっている、これが骨盤底って言います。で、この骨盤底には骨盤底筋っていう筋肉があります。男性の場合はですね、骨盤底筋いくつかあるんですけれども、勃起に関する筋肉は2つ。このペニスの元にあるこの横からこう丸くなってるこの筋肉、これがね、旧海綿体筋、この筋肉と、そしてもう一つがペニスの付け根から足みたいに2つ生えてるのがあるでしょ。この筋肉、座骨海綿体筋、これらが深く関与しています。そしてこの筋肉とは別に、ハンモックのようにですね、ペニスの根元を支え上げている陰茎輪靭帯、こういう丸いやつですね。そしてもう一つがこのブルーで書いてある陰茎底靭帯、これで成り立っています。これらは何を言っているかというと、何もしなければペニスっていうのが下を向いてるんですけれども、性的興奮、脳からの刺激、オキシトシンなどの刺激、ドーパミンなどの刺激によって、この筋肉たちが収縮してくるわけですよ。この筋肉がね、そうするとこの筋肉が収縮することによって、下を向いていたペニスがだん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 筋肉の収縮、そして靭帯によって引き上げられてくるっていうのが勃起のメカニズムなんですね。このね、骨盤底筋っていうのは、
非常に筋力として、この筋力だけを鍛えるっていうのはすごく難しいです。なぜならばこれね、決して外から見て分かりやすくして、まあ、骨盤底から見ている図にはしてあるんですけれども、本来この上にはですね、皮下組織だったり皮膚がこう覆いかぶさっているのね。しかも、まあ、男性の場合はですね、排尿したりするときにこちらの筋肉あんまりそれほど使うことが少ないですからね。ってことは下半身を全体的に鍛え上げるというのの中に骨盤底筋を鍛え上げるっていうね、運動が一つ含まれてくるわけです。なので、まあ、あえてね、おしっこするときにこう骨盤底筋を鍛えるようにね、意識してみるとか、セックスの強くなるために下半身を全体的に鍛えておくっていうことはすごく重要なことになります。またね、こういう風になってるのでね、靭帯がね、引き伸ばされちゃってね、生きている間に重力とかに負けて、なのでペニスが垂れ下がってくる、なかなか勃起した時に立ち上がってこないっていうことの原因にもなります。ただね、靭帯を自分でなかなか鍛えることは難しい。垂れたり緩んでしまった靭帯自身を鍛えることは難しいので、またね、これからね、発表していきますけれども、この骨盤底筋を専属に刺激していく EMS とかね、刺激の運動する装置とか今開発してますから、よろしければそちらの方でつけるだけでね、この筋肉たちを収縮させて、そして勃起の改善の筋肉を鍛えることになっていきます。座ってたり寝たままでもできますからね、ぜひね、なかなか骨盤底筋鍛えるのが大変だな、専門的にねピラティスとかヨガするの大変だなっていう人は、ぜひそういうね EMS のね力を借りられてもいいんじゃないでしょうか。骨盤底筋トレーニング、もうこれはですね、2つ、どうやってやれば骨盤底筋のトレーニングになるかっていうと、1つは自分で鍛える方法、そしてもう1つは今日ご紹介する骨盤底筋 EMS ラブコアですね。セックス筋を鍛え上げよう電気の力でっていうんですけれども、ラブコアのファーストセットにはですね、男性用のパッド、女性用のパッド、そして肩こり腰痛のパッドが最初からセットして組まれていますので、男性でも女性でも一緒に使うことができます。で、電気刺激で筋力トレーニングができるようになっています。じゃあ骨盤底筋を、まあ、鍛えるのに普通の EMS、 そこら辺に売ってる肩こりとか、ね、腹筋のじゃダメなんですかっていうと、これね、ダメなんです。なんでかっていうと、一般的な EMS では骨盤底筋っていうのは実は体の奥の中枢部にあるので EMS が届きません。なので結果的に強くしていけばいいんだろうっていうと、一般的な EMS は低周波なので皮膚のね抵抗が強くって体の深部まで届かないで、強くすればするほど深くいくと思ったら表面が、表皮がピリピリしちゃって深部にまで届かないので、もともと設定上届きません。なので表皮が痛いだけで終わっちゃう。一方ラブコアは広域変調波です。これは広域変調波ということなので、表皮のこの抵抗を薄くして、この表皮から脂肪層、アウターマッスルの下にある骨盤底筋のインナーマッスルまで届くようになっています。そして皮膚がチクチク痛くなることはありません。なので一般的な EMS を使っても骨盤底筋には届かないということなんですね。じゃあどのくらいのパワーの差があるんですかっていうと、こうです。でですね、市販の一般的な EMS の低周波って呼ばれる肩こりとかね、腹筋とかに使っているのが20ミリアンペアであるのに対して、骨盤底筋専用のラブコア広域変調波はですね、48ミリアンペア、すでに 2.4 倍の強さの電流が届くようになっています。そしてこの出力周波数っていうのが、もうこれが桁違いで、普通の EMS の低周波だと表面にしか届かないので 50Hz です。しかしこのラブコアは広域変調波を使い 125,000Hz までパワーを出すことができます。これは2500倍です。ですから深部まで十分届いて、体の深部を、深部の筋肉を鍛え上げることができる骨盤底筋なんですね。ちょっと見えるかしら。はい、今、はい、あ、来ました、パルスで来ましたね。こんな感じですね。ムクムクする。で、こんな感じですね。で、また今終わりました。
でまた来て電池でこうプク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 こんな感じなんですね。これね、あの肩こりと腰痛用のパッドなんですけれども、本物のあの女性用のは短冊型、男の人のは4つ型のちっちゃい四角型がついてますからね。はい、よいしょ。まあ、あの勃起力改善にですね、まあ、ED のお薬を使う、これはまあ王道なんです。だけどね、 ED っていうののお薬っていうのは何ですかっていうと血管なんですよ。血管だからペニスがあって、ペニスが徒長する、これは ED の薬、ね、なんだけど、こう ED の薬でこう硬くなってはくるんだけれども、ここからこう容量もでかくなるんだけど、ここからこう勃起してきてね、こう角度をつけて、そして維持力っていうのに関しては骨盤底筋なんで、血液が入っても筋力がこう落ちてくると、ペニスの根元、さっきの手でよくわかると思うんだけど、こう血流が入ってきて、はい太くなりました、膨張してきました、傘が大きくなりましたって言うんだけれども、この骨盤底筋の締まりが悪かったら、この筋肉たちがこう締め上げてるわけだからね。この締め上げてくる骨盤底筋の力が緩ければ勃起力の維持っていうのが弱くなるっていうのはわかるでしょう。だから骨盤底筋をしっかりと鍛え上げるっていうことは勃起力の維持であり、またこうペニスの角度の上昇であり、まあ満足度を上げる、ね、朝立ちがまた復活するとかね、あの勃起するこう瞬発力が強くなるとかね、そういうのに期待が持てます。骨盤底筋を鍛える、EMS、 体の深部まで届く、日本製の EMS がありまして、ラブコアっていうんですけれどもね、決算セールでございまして、なんとこんなに安くしていいのかっていうメーカーがもう決算セールでえらいことになっておりまして、初めてです、あの決算セールでラブコア安くなっておりますので、ぜひですね、ちょっと気になってたなという方はですね、数量限定でございますので、早めに手に入れていただけたらなと思います。ホームページの方、ドクターエストラさんのですね、ラブコアのところにですね、購入ページもありますので、気になる方はぜひ、行ってみてください。骨盤底筋貼ってですね、パッドを押すだけでですね、あの骨盤底筋のさっきの旧海面体筋ですね、ああいうところの筋肉をキュッキュッキュッと鍛え上げるんです。すごい、膣とか私だから使うとですね、プッキュッキュッと自分ではできない動きしてますね。やっぱり聞く、膣の緩みが気になったなとかね、そういう方はぜひラブコア見てみてください。もう決算1年に1度の大セールでございます。ドクターエストラさんのホームページ見てください。この動画の概要欄にジョイが教える特別なテクニック動画、極上のクンニ攻め、このうずきに耐えられないを公開しています。ぜひ下の概要欄から無料動画を受け取ってくださいね。スマホの方は動画タイトルをクリックいただけるとURL が表示されます。次に概要欄中ほどにある青い URL をクリックして、無料動画極上のクンニ攻め受け取ってくださいね。今回の動画が少しでも役に立ったなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。概要欄に特別動画、ジョイが教える極上のクンニ攻め、このうずきに耐えられないへのリンクを貼っておきました。ぜひ概要欄のリンクを確認してくださいね。こちらはサポートの関係で予告なく募集を終了する可能性があります。少しでもご興味があるならぜひ見逃さないでくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。